先生、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。いきなり私が来てびっくりさせちゃったかな。まあでもサプライズから始まる元旦っていうのもいいものだよね。どう？感想を聞かせてよ。自分から振っておいて、さらに元旦から注意で申し訳ないんだけどさ、あんまり警察にそういうこと言わない方がいいよ。襲われちゃうよ、本当に。もう私は嬉しいけど。え？まあいや、なんでもない。まそれよりじゃーん、これなんだ？お茶？ブー、違います。ヒント、甘いものです。甘酒？惜しい。正解はおしるこです。先生と飲もうと思って水筒に入れてきたんだよね。元旦から寒いじゃん。ちょうどおやつの時間だし、甘くて温かいおしるこであってもらおうよ。お餅も持ってきたから焼いて入れない？あ、シャーレにもトースターくらいあるよね。先生はお餅いくつ入れる？やっぱり大人だから4個くらいいくの？さすがに多い。じゃあ3個かな。準備しちゃうね。のっと先生、改めて今年もよろしくお願いいたします。